の新曲もあるのでめちゃくちゃ楽しみですし、仮面女子って入ってたり、あとマスクガールズって入ってて MG、 そう、めっちゃ衣装にもね、こうなっていただいたので、これから頑張りたいと思います。担当カラーになったんで、ファンの人多分見つけやすい。あ、そうだ、ね、超見つけやすい。そうなんです。仮面袋もめっちゃ可愛いので、ぜひ衣装にも注目して楽しんでください。頑張ります。頑張ります。え、そうね、今アイロンしてました、衣装の。家にアイロンがないのであ、失礼します。じゃあこれからちょっと旅に行っていきます。どこ行くんだよ。リボンをもらってきます。今からステージで見計ります。今何時？え、待って、今12時10分なの？はい、うん、え、嘘でしょ？嘘でしょ？ぐらいだよ。オーイエー、アイロンしてたら終わった。私は今アイロンをしてて透明で熱くなりそう。じゃあ飲み物だけでいい？はい、あ、メモは持ってこう。12時半からあと30分。あ、嘘、違うよ、あと5分だよ。え、だって12時15分からだもん。あ、そっか、あとちょっとで、あとちょっとでリハーサルが始まります。これがお弁当で、大丈夫です、まだ衣装は着ないのでそんなに急ぎじゃないので。これがシフォネーのラジオから、これね、いっぱいあるの。それラジオ出てた人、あとね、誰のかわかんないサンリオピューロランドのお土産です。やばいやばい。あー、もう始まりますよね、あと2分ぐらいで。なんで私こんな姿勢悪い状態で走ってるんでしょうか。映ってます。武器がない。武器取りに行かないといけないのに。赤になりました。いいじゃん、わかりやすい。中です。はい、特別編成がね、はい、そうあるんですよ。そうなんですよ。なんか初めてこうちゃんとこう照明の感じとか見て、すごいな。すでにすごい。すごいです。本番が楽しみです。いや、一番の大御所で、だってマイク持ってきてもらってんだから。照明がつくとテンション上がりますね。やっぱゼップかってこうしみじみ。ずっと立ちたかったからめっちゃ嬉しい。椅子も並ぶとなんかうわ。照明もギラギラで楽しみです。あともう3時間絶対あっという間でご飯とか食べてる。2時間半後にはもう開業してます。そう、信じられない。やばい、今日という日があっという間すぎて。あ、緊張するけど頑張ります。ちょっとね、最後のワンマンライブなので楽しんでいきます。同じ髪型してんね。双子ちゃんで頑張ります。頑張ります。なんか一言、一言、あ、今のが一言です。一言と言わない、閉まらない。ちょっとなんと閉まらない、ちょっと無責任な。頑張ります。いただきました。フランスパワーの方から。頑張る、頑張ります。お昼ご飯はなんか海苔弁みたいで、夜ご飯は牛丼みたいで、まだ食べてないのでどっちをもらっちゃいたいと思います。いただきます。牛丼。